ゆきさん、こんばんはです。進撃の巨人はプレイステーションのやつでしょうか。てっぺんぺんさんのぞき見いつもありがとうございます。まあ少しだけね、うん。任天堂か、任天堂か。キルさん覗き見つ、ありがとうございます。よろしくお願いします。いやー、口内炎もねできててね、うん、で咳も出るでしょう。でね、なんかお腹も痛くてね、ちょっとね寝た方がいいかなと思うんですけど、いやー、やっぱこれね続きが気になる。うん、そんなところで、前回アクト3が終わりまして、アクト3ね、ライバルが終わりまして、で、アクト4クラシックロードが始まったとこですね。うん、ゴールデンベース3月2週になってますが、これが始まった、ストーリーが始まったところ、アクト4のねストーリーが始まったところとなります。さあ、前回ライバルね、結局負けてしまって、高野に負けたところね、まあその高野くんに負けたことをきっかけに、広原ちゃんが勝田からのプロポーズを承諾するというね、どういうことなのっていう、なんで僕が、吉沢さんに頭を下げている姿を見てね、広原ちゃん泣いてるのっていうね、そんなね不思議な展開でしたね。さあ、その続きが気になるということで、やっていきましょう。いや、できるっぽいですね。やったことはないですけど、あそこ今ロードの ところで映ってた、あの下のところ選択できるんで、多分各章ごと最初からできると思います。うん、ということは、え、ストーリー変わるのっていうね。うん、そんな気もしますよね。うん、スタジオさん、よろしくお願いします。引き続きね、よろしくお願いします。任天堂の進撃の巨人か。もうプレイするやつやったらね、僕もあのやってて、でなんか難易度インフェルノやったかな、うん、モードができるようになったんで、それもねまたね配信していきたいなと思ってるんですけど、たまに溜まってますので、他のゲームはね、それをね、消化してからやっていきたいなと思いますので、ぜひねまたね見ていただければなと思いますよと。じゃあ行きましょう。エージェント、マイヤス保育で大変でおまんの、アンさん景気はどないですか。商品はいらんのよ、乗り馬が欲しい。うん、さあ5年目となりました。広原ちゃん結婚をね、勝田との結婚を決めてから、 あれから3ヶ月が経ったんかな。さあどうなっちゃうの、このね恋愛模様もなかなか見応えがありますよね。木杉くんね、え、広原ちゃんの話全然聞いてないだよね。話しかけられてもえみたいなね、みたいなリアクション。そりゃ振られ、まあどうなんやろな。木杉くんを誰が好きなんやろ。さあ、決してね、桜大戦とのコラボではございませんね。新宮寺厩舎ね。おお、ビビった。え、おらんよ誰もっていう状態やん。
馬の声聞こえるからこっちにおるんかな。おっとビビった。解雇されたんかと思ったみんな。そうじゃ、矢ヶ崎さんがお前を探してたな。そうか、矢ヶ崎さん。弓は後ね、矢が先ですね。前回はポリポリして終了ですね。そうですね、どうなったのっていう展開。うん、あ、弓が後先生、あ、違う、矢ヶ崎先生。うちのプレイ、あれ今回あれが大体頼むだ。お、今回からずっと木杉軍に乗ってもらうよ。ジーガを勝てる素材だと思うから。おお、金髪美女。皆さん、プレフェスティという、あ、土地クリゲ、あ、土地クリゲなん。へえ、やった、自分を勝てる器だから、これから君に言ってもらうって。やったぜ。西さん、誰やおじさん。こんなおじさん来たんか、死ぬ間に。東さん、あ、間違え、西さん。どこば、ちょっと聞いてくれ。うちのブルーカスタムを知っとるか。あのホワイトカスタムの弟は、あのホワイトカスタムですか。なるほど。さあ、県警具体、合ってますよ、読み方。県警具体でいいんですか。競走馬の兄弟では兄の方がいい成績を残すケースが多いということらしいですね。弟は、あ、だから弟は大丈夫だ、弟は大丈夫だって言われるのか。障害しないと天下取れる。おお。あ、西さんも、あ、東さんも、あ、西さんも。そうなんや。め、いや、多分ねえ、多分文字が荒くて消えてるんじゃなく、点々が消えてるんじゃなくて、多分5時ですよね。うん、目指すわ。目指すじゃないんか、あれ目指すでいいん、合ってんの。うわ、言われてる。障害者さん、塗りたくないかもしれんが、わしの。うわぁ、マジか。いや、乗るか。乗りますわ。そうか、乗ってくれるかみたいなこともないんか。誰先生やったっけ、もう何も覚えてないからね。いやー、この辺って乗らなあかんのかな。なんか乗らんでも、乗らんとね、パパパと進めてとかいいんかなみたいな。そうなんですよ、距離が長いからね、障害レースは。
だからまあ乗りたくないってね言われるんでしょうけど、ちょっと待てよ、なんでな。ああ、よかったか、現役か。あ、引退かと思った。あ、びっくりした、なんでなんかと思って、いや期待してるって言ってたのにさあみたいな、なんで引退させてんのかと思ったけど、そうでもない。ああ、よかったよかった。ツバメもね引退しちゃいましたし、ねプラネット55は、あ、地方で活躍してるのか。ねえ、ライトニングスター引退しちゃいましたからね。うん、有馬記念ねえ最後勝てなかったのがちょっと残念ですけれども、うん、レインオーガス、時計打球者か。ねえ、ちょっとややこしいですよね、あそこね。広原ちゃんはどうなったんや、ちょっと話したいけどな。おお、白い。グッドムーン、あれ、あ、あれ、いいこと、おぉ、白、これってでもあれなんかな、あー、でもそう関係ないか、強い馬だけね乗ってたらいいんかなと思うねんけどな、こんなに。わあ、優しそうなおじいちゃんですよ、弓削り先生。もうね、今まで尖ってたところをね、もう削りに削ったかのような、そんなね、丸みのある先生ですよね。うん。弓削り。ね、矢が先だよっつってね、弓を削るよりもね、矢が先だよっつってね。そんな、時が来たみたいなね。うん。え、どういう意味？ドドンっていうね。あれ、まだ少し回ってみてもいいかな。これが、これが気になって仕方がない。ねえ。進みたいのは山々ないんやけど。あ。ビビった、バグったかと思った、今。あ、荒井さん！そうなんですよ。僕のとこ回ってきました、おかげで。ありがとうございます。なんで？アブラカダブラ？カブラでカブラ。カブラでカブラ。そんなにカブらんでもええやろっていうね。カブってばっかりやなっていう。調整中、調整中。あー、あれね。うん。ロデオゲーム。ここら辺もまだ出てくんのかなって楽しみですね、二つ。どんなミニゲームがあるのか。ねえ。なんか乗らんでもいいんかな。乗らんかったら下がるとかないよね、別に。
そういえば今日はあの渋沢先生が来てるらしいの。どこに？西牛舎。お。これは。これはちょっと重要かもしれんな。渋沢先生。おお、睨みつけられた。わあ、待てや。さあ、ということで、なんか馬にポイント入れとこうか。来そうな馬に勝負係じゃっていうね。どれが現役やねんってね。なんか勝負係じゃって言われそうな馬なんかおるかな。グッドムーンとかなんか言われそうな気もするけどな。ゼロユニット、うん、あんまりなんかこの期待してるんですよとか G1 に出るみたいな馬はなさそうやもんな。ね、なんかちょっとなんかこういうなんかちょっと話題になった馬ゲームとしてっていう馬はなんか勝負係にはなりそうにないねんな。そうそう、だからなんかねこういうね、こういうちょろっとした馬、これがありえそうな気がするから、なんかそういうこの辺ね、この辺とかね、ツバメ王はね勝負係ならんかったと思うんですよ。ミチュアルが空っぺた、だからこういうやつに突っ込んだ多分あると思う。体マジか、体が一回り大きくなったか、揉まれるのに強くなったか。空っぺた、腰の甘さ、おお、スタメン曲がった。さあ、あとはまとめて突っ込んどこう。でいい、スピードが上がったぜ。まあそのうち来るよ絶対。おい、まだ少し回ってみてもいいかな。やっぱりなんか始まったとこやから、あ、間違えた、練習を来てもだ。始まったとこやからね、新しいショーが始まったとこやからね、イベントがあるんかな。プール入っていいですか、おじさん。まあ、そらそうでしょうね。ちょっと体重も測ろう。もうすぐ健康。おい、体重測ろう。てて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 。秘密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 、あー、体重はあまりね、あの公言公にはちょっとできないなっていうところでね、秘密はね、秘密の文字が出てきましたね。いやー、忘れてた。そうやん、エージェントからのあれが来るんやと忘れてた。いやでもほら、あの参照したら、あの渋沢先生があのご褒美くれるんで、そうそう、稼ぎましょう。川村調教師、あれ、この先生初めてじゃないねえ、小川原、すごい、小川からね、今度川村ね、すごい。なんすか川村先生、僕の悪口ですか？なんすか？
みません。かなり家賃が高い。ああ、なるほど。これでいいやろ。おお。これも3月2週。それではプレスティの追い切り。あ、そうそうか。D ウッド合わせて1ハロン。OK。おお。金髪美女だぜ。G1 勝ちたいね。ヒンマさんが、かな？ヒンマさんが狙ってくるかな？今年はじゃあ。先着はできないです。追い切りで。おお。あれ最後の人ハロンって書いてましたよね。あれ僕読み間違えてました。いやーこれ乗るのが大変なんよな。あほんまに。オッケー。レインオーガストね。多分これは来るでしょう。桜が綺麗だ。そろそろね、桜も咲き始めてるんで、あったかくなってきて。全馬ゲートの中、体勢が整ってスタートしました。おっと一頭で遅れた7番レインオーガスト。さてどの馬が行きますか。先手を奪ったのはセーラークラフト。リードを広げます。2番手まっすぐ走ってくれよ。3番手にはモルガンストリート。その後ろは2馬身ほどの差でナチュラルフォルム。さらにすぐ後ろからは3頭並んで内からプレコマンド。うちになんか刺さるからね。うちらチードにローカルアクセラー。その後ろは4馬身ほどの差でリキシーアピール。ほとんど差はなく3番ミラクルブラウザ。その後ろは2馬身ほどの差でテクニカルキャブ。その後ろは2馬身ほどの差でシハンダイ。3コーナーカーブ。1頭ポツンと離れて最後方追走はレインオーガスト。なんでやねん。先頭に戻りましょう。先頭入れ替わりました。深い森リードを広げます。うちに入れたらうちに入れたら外にねえ行きたがりやがってほんまに。おい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 。ストリート後方集団も差を詰めてきます。花を行くのはすぐ。2番手にはセーラークラフト。その差半馬身。ナチュラルフォルム3番手から。そのうちに10番ローカルアクセラー直線に入りました。人気のミラクルブラウザーまだ後方です。セーラークラフトリードは2馬身半。2番手深い森差を詰める。3番手にはローカルアクセラー深い森半馬身のリード。2番手にはローカルアクセラー3番手にはちょっとダート向いてないんじゃないのこのまま。5番手にはミラクルブラウザーローカルアクセラー。3頭固まった状態でゴール。これは接戦でした。あれこれ勝負係が来てもなんか勝てそうにないね。いやちょっと動揺してるんかもしれん。あの広原ちゃんがひろはらちゃん、あれなんかな？結婚、今、ジョッキー引退するってことなんかな？それとも、結婚しても続けてるのかな？体勢が整ってスタートしました。ややばらけたスタートになりました。さあ、先手を伺うのはどの馬か。先手を奪ったのは飛脚。リードは半馬身。2番手シックレイザー。その後ろには4頭ほどが一塊で、うちアポストロ、中にミスフラックス、ジュエリークラウン、外はミスフラックス、さらに外からアストロバイオ。後方から3番手にはターゲットピストル。その後ろは4馬身ほど離れてバイズスラッシャー。最後方からフライングヒット。さて先頭に戻りましょう。先頭入れ替わりました。シックレイザー。リードは半馬身。2番手からアストロバイオ。これから3コーナーに向かいます。3番手に飛脚。ほとんど差はなく9番ジュエリークラウン。その後ろは
2馬身ほどの差でミスフラックス、その後ろは2馬身ほどの差でなんかね、進展あるのかな、どうなんやろ。ジュエリークラウン外をまくって上がってきました。花を行くのはアストロバイオ、2番手にはシックレイザー、その差半馬身。上がっていったのは9番ジュエリークラウン、その後ろに8番ターゲットピストル。第4コーナーから直線、白い帽子ワイズスラッシャー、集団から先団に向かって差を詰めてきました。先頭を争うのは2頭、あれ今ジュエリークラウン、邪魔されてた。先頭を争うのは2頭アストロバイオ、残り 200m。 なんかこいつはこの前のやつは詰まってそうやけど、抜け出しました。2番手はよし押し出した。スアストロバイオ、ターゲットピストル、4番手からワイズスラッシャー、ジュエリークラウン1着でゴール。だけど全然もうまあ人気馬か。1.1 やんか、能力高いって。ヘイカイパン。ヘイカンパ。ヘイカイパン。ムルカさん、いやー、これは負けてられないですね。全馬ゲートイン完了。係員が離れてスタートしました。出遅れたのは2頭。さあ先手を伺うのはどの馬。完璧じゃんかよ。先手を奪ったのは展開パン。リードは1馬身。2番手からブルーカスタム。これからブルーカスタムよ、ブルー軍団よ。無事飛越を得て先頭はブルーカスタム、3番手から疾風怒涛、4番手にはアレックス。後方を追走するのは、どこ走ってっていいかわからん、どこ走ってっていいかわからん。大鳥という体勢です。さて先頭に戻りましょう。先頭を争うのは2頭、どこ走ってっていいかわからんわ、怖。3番手に疾風怒涛、4番手からアレックス、フューション5番手からわずかに、ね、コース分からへん、ほんまに怖い怖い。先頭に戻りましょう。2つ目の障害をジャンプ、無事飛越を得て。でも逃げないとブルーカスタム、2番手には3番展開パン、その後ろは。いやでもね、あのスピードが多分違うのよ、多分4番手アレックス、生垣障害ジャンプ、無事飛越を得て先頭はブルーカスタム、2番手展開パン、その後ろは3馬身ほどの差で疾風怒涛、4番手にアレックス、大鳥5番手を追走。最高峰大鳥やのに5番手を追走ね。先頭に戻りましょう。先頭行くのはブルーカスタム、リードを広げます。2番手に展開パン。いやなんかねスピードがなんか違う気がする、能力が。その後ろは4馬身ほどの差でアレックス、その後ろは大きく離れて大鳥、最後方からフュージョン。さて先頭に戻りましょう。先頭はブルーカスタム、2番手は2馬身半離れて3番展開パン、その後ろは2馬身ほどの差で疾風怒涛、その後ろは4馬身ほどの差でアレックス、その後ろは大きく離れて大鳥、水濠障害ジャンプ。無事飛越を得て先頭はブルーカスタム、2番手シップ。いやジャンプも多いんかな。ほとんど差はなく3番展開パン、4番手にはアレックス、5番手に大鳥、わずかに最高峰はフュージョンという体勢です。さて先頭に戻りましょう。2番手におったやつだと失敗したな、多分結構下がってるもん。疾風怒涛、2番手を追走、その後ろは2馬身ほど。いやいやほんまに障害レースね、普通に見てますけど、後ろは大きく離れて大鳥、これから生垣障害に向かいます。実際のレースね、競馬でやってんの普通に見てますけど、こんな大変やんこれ。これからどタスキコースに入ります。覚えなあかんってことでしょ。3馬身ほどの差でアレックス、その後ろは大きく離れて大鳥、最後方にフュージョン、生垣障害ジャンプ。無事飛越を得て先頭はブルーカスタム、2番手疾風怒涛、3番手を追走するのは展開パン、チクサク障害ジャンプ。無事飛越を得て先頭はブルーカスタム、ね、2番手疾風怒涛、こんなちっちゃいなんかこうね、なんか植木みたいな。その後ろは大きく離れて大鳥、最後方にはフュージョン。怖い怖い、外に行こうと思って行けてまうもんな。だってあれブルーカスタム、2番手に疾風怒涛、その差1馬身半、展開パン、3番手を追走、そのうちにアレックス、
5番手には大鳥、最後方にフュージョン。さて先頭に戻りましょう。池垣翔太ね、宇都島が一緒ですからね。宇都島先頭はブルーカスタム、名称宇都島とね。疾風宇都島3番手、変海パン4番手を追走する。疾風怒涛みたいな、その後ろはイントネーション的にはね、疾風怒涛やと思うんですけどね。多分疾風怒涛っていう言い方が多分なんかね、名称怒涛の多分ニュアンスなんでしょうね。ニュアンス、イントネーションなんでしょうね、アクセントがね。そうそう、だから名称怒涛がね、ちょっとよぎるんやと思いますけど。さてこの辺りからちょっと追ってくれ、始めます。先頭行くのはブルーカスタム。追ってくれ、危ない。その差、勝負どころで追えずにスピードをね出せずにかわされてから、展開パン中段から戦乱に向かって差を詰めてきました。先頭はブルーカスタム、粘れるか。2番手に疾風怒涛、さあこのスピードでいけるのか、これ落とさなあかんのか。ブルーカスタム、おお。2番手には疾風怒涛、ブルーカスタム逃げ切り体制か。おお、さすがに 1.1 倍。イエーイ、ブルーカスタム逃げ切りました。長い、それにしても長いそれにしても長いわ。あれ、2番人気どうしたん、ダントツで負けてるやんねえ。ヘイガイバン、ハーモウィーン、ハーモウィーン。日本マーメイド日本マーメイドと思うよ。全馬ゲートイン完了、体勢が整ってスタートしました。おお、スタートが慣れてきたわ、やばいやばい。先手を伺うのはどの馬か。先手を奪ったのは、まあだからといって逃げないんですけどね。2番手にはゼロサムゲーム、さらにすぐ後ろからは3頭並んで、内にはプレゼンター、中にレオパルド、グレイトグローリー、外を追走。後方から3番手に有限スタット3コーナーカーブ、後方から2番手に雪の香り、わずかに最後方はスーパーデラックスという体制です。スーパーデラックス、先頭に戻りましょう。私はウルトラデラックス、半馬身のリードジェネラルシップ2番手を追走。有限スタット、でしたっけ、数的な楽しいビラックスでしたっけ。ゼロサムゲーム、リードは半馬身2番手にジェネラルシップ、ほとんど差は。懐かしい。5番プレゼンター、4番手からレオパルド、残り 400m、 第4コーナーから直線、有限スタット外をまくって差を詰めてきました。プレゼンター、さあ行ったれい。2番手にはジェネラルシップ、日本マーメイド上がってきました。日本マーメイド抜け出しました。2番手、日本マーメイド抜け出した。あれ、ちょっと待って、これ参照せなあかんかったじゃん。もう無理じゃない、いけるか、まだ。まあ桜の季節ですからね、あのもう桜の背景だけねえ悲しいな、スタポケのアイコン。相手は関係ない、とにかく逃げろ。マジか、全馬ゲートの中、体勢が整ってスタートしました。ややばらけたスタートになりました。さてどの馬が行きますか。先頭争い、クソ出足がドリームスペシャル、スタート上手くなってきたと思いません。やばいでしょ。元気勝負、さらにすぐ後ろからは2頭並んで、内からエアシャドル、ライブリーランサー、外からほとんど差はなく、8番オリオンザギンガ、リアルデステ、後方からその外には清志天保、3コーナーカーブ、その
後ろは桟橋とにかく逃げろという指示。後方から2番手を追走するのはヒットグッズ、わずかに最後方はエクストラダイバーという体制です。さて先頭に戻りましょう。先頭を争うのは2頭グッドムーンドリームスペシャル、その後ろは2馬身ほどの差で、いやいやもう出遅れた時にね、ポツンをした時にね驚かれるようなそんな名ジョッキーになりたいと思います。馬のあの手応えがなくなる前にスピード上げとかなあかんね、多分逃げは難しいわ。ほらは語れへんわ。あれでも渋沢先生6頭かって言ってた後にもしかして騎乗以来1個増えた。さあ最終メインは勝てるとしてここは勝っときたいですね。うん、人気もあるし、あ違うわ、これで終わり。アカネビート、へえ。2番人気がこっちが、全馬ゲートイン完了、係員が離れてスタートしました。アカネビート、まずまずのスタート、半馬身ほど抜け出しました。さあ先手を伺うのはどの馬か。先手を奪ったのはキャッシュフロー、リードを広げます。2番手にはアカネビート、上がっていったのは2番センチュリーエミル、4番手にはソングトゥナイト、ラップセッション、5番手を追走。もう一頃ありますよね。そうですよね。オッケーオッケー、じゃあこれ勝てればいいんか。4マシンほどの差でハンディコン、後方から2番手にコロナ、3コーナーカーブ、1頭ポツンと離れて最後方追走はプレフェスティ。さて先頭に戻りましょう。依然として先頭はキャッシュフロー、リードを広げます。2番手にはセンチュリーエミル、その外にはアカネビート、ソングトゥナイト、4番手からその後ろは2馬身ほど離れてラップセッション、まだどの馬にもチャンスはありそうだ。先頭はキャッシュフロー、リードは1馬身、キャッシュフロー、アカネビート2番手を追走、さらにすぐ後ろからは2頭並んで、内を追走するのはセンチュリーエミル、外を追走するのはアカネビート、締めるぜ。アカネビート内をついて上がってきました。プレフェスティ先頭、その差を広げます。2番手にはコロナ、内からコロナ、足が上がってる。先頭その頼む、番手からコロナ、粘ってくれ。お、リードを広げる、もう足ないけど。おー、強いわ。プレフェスティ勝ちました。いいね。アカネビーダちょっと詰まってたからね、直線出る前にね、あそこで無駄足を使って。お、よかった、一番人気や。でもまあ買ってからね喜ばんと、おお、いけるやろこれは。クラシックロードっていうタイトルやから、ひょっとするとボアもヒンマもいけるんかもしれないですね。すでに全馬ゲートに収まっています。スタートしました。各馬落ち着いたスタート。さあ先手を伺うのは落ち着いたスタートやわ。先頭は内からブラインサーベル、バイタルスパーク、ベラドンナリリー、ラリースカイと並んでいきます。上がっていったのは2番スピンボール、その後ろは2馬身ほどの差でシニカルバイト、さらにすぐ後ろからは4番君がいるから、後方から3番手を追走する。奇跡の瞬間、見せてやろう、奇跡の瞬間を。追走するのはつくよみ、一頭ポツンと離れて最後方追走はタイアーレイク。タイアーなんや、タイガーじゃない、タイアーなんや。リードを広げます。2コーナーカーブ、2番手からスピンボール、その後ろは2馬身ほどの差でブラインサーベル、上がっていったのは10番ラリースカイ、それにつれて7番ベラドンナリリー、
ほとんど差はなく11番奇跡の進行。おそうだぜって、おい何しないと。その後ろは3馬身ほどの差で意味がいるから、その後ろは2馬身ほどの差で突く読み最後方に。さあ開けてくれないと出られへんからな。先頭に戻りましょう。先頭入れ替わりました。ラリースカイリードを広げます。これから3コーナーに向かいます。 1000m を通過65秒です。2番手にはバイタルスパーク、よっしゃ。狙っていったのは7番ベラドンナリリー。その後ろは2馬身ほど離れてスピンボール、ゴンゴン行け、ゴンゴン行け、ゴンゴン行け、詰めてきます。さあスピード、スピードにマックスだぜ。2番手からベラドンマックスピード出てるぜ。バイタルスパーク、さあその外からスルスル。奇跡の瞬間、さらにすぐ後ろからは2頭並んで、これから直線の攻防に入ります。400を切りました。ダイヤーレイク先頭を追います。ベラドンナリリー後続に2馬身半。いやあいつ、おちょこちょ、はいはい、横のやつ何やつ。おい、ごほい、ごらん、中ね。ごほい、ごらん、中ね。ふざけんなよ。おい。よし。よしよし。よかった。ビビらせんなよ。ご褒美もらわなあかんねんから、こっちは。危なかった。おー。ね、やっぱ増えてるよね。6頭か。じゃあ3レース勝ったら、ご褒美あげるって言われた後に多分乗り倉増えてるから、7くらいになってますよね。これいいんかな？ね。これ。先生、お、お前ズルしたなみたいにならへんかな。あ、5年目3月3週火曜日、マローバ、マロージョ。いやー。誰かのこと思ってる横顔も綺麗だったからね。4番カフェ通りね。いやー美人ですね、相変わらず。小牧姉さん、プレフェスティ勝ったね、おめでとう。次は桜花賞でしょ。さあこれで今年の本命は決まったわ。たくまくんクラシック頑張るのよ、はは。っていうことですね。いや美人にはこの立ち方見て、この佇まいね、佇まい、佇み、たたずまい。見て、この、もう、これは、ねえ、木杉君は、誰を、狙ってるのか。ねえ。狙ってるという言い方、ちょっと良くないかもしれないですけどね。先生、僕は馬のことで、馬のことしか考えてません。馬のことだけです、考えてるのは。ちょっと遠慮していいかな。怒られた怒られた。お前さんにそんな余裕があるとは思えんがのって、怒られちったよ。お前分かって断るってこと、お前もう乗せへんぞみたいなね。あれ、あ、こっちか。弓が当たって、あ、違う、矢ヶ崎先生。いやーよかった、桜花賞もよろしくお願いします。っていうかちょっと待って、今気づきましたけど、あのめっちゃちっちゃくないですか、矢ヶ崎先生。めっちゃちっちゃくないこれ。大丈夫、キスギ君がでかい、キスギ君がでかいんやとしても、これ感じめっちゃなんかちっちゃくないねえ。130センチぐらいしかなさそう、矢ヶ崎先生。まあ、ちっちゃいっちゃちっちゃいけど、さっきの角度だけかな、さっきの角度だけがめちゃめちゃちっちゃかったよね。あの先生一人称僕なんで、かわいい先生ですね。
田さん、キータ、あ、西さん、おー、709ももらった。末脚炸裂。そんなことよりも、そんなことよりもゼルユニットの勝負係頼ますよ、早く先生。南、あ、南じゃない、西先生。すぐ間違える、最近名前覚えられへんねんな、人の名前が。あー、緑の宝石、そうなんや、繁殖いったんやねえ。宝石のような子を産んでほしいですね。ドドンってね。うわ、一気に1600まで溜まりましたよ。弓削り先生、ああ、いい顔だ。目の覚めるようないいスタートじゃった。いやー、障害断ってねえ、怒られましたけど褒められるっていいな。くそ、みんなあれやな、人にちょっとキスギ見かけたら俺んとこ来いって言っといてなっていう。よそのねえ厩務員さんでもやっぱりそのそこのね厩舎に所属してるってだけで全体を通してみるとやっぱ身内なんですね。おお、まあよその部署やからといってね、同じ会社に勤めてるのには変わりないというね。誰がどう思う、君かって、お前が読んだやろ、お前その言い方は。ちょっと待てよ、お、おめえパッチね、おめえパッチリングね、アイパッチリング、アイパッチリングですよね。あ、パッチリの INGK、 目がパッチリ今開いてるみたいな。いやー、そういう名前なんかな、かわいい。アイパッチリングね、ガンバレッツに似た空気を感じますね、パッチリング。あ、パッチリングなお姉ちゃん見っけ。あ、パッチリングだ、おめえパッチリング。あ、びっくりした、びっくりした、あなたに会いたいっていう意味かと思った、びっくりした、強かった、時田先生がね。あー、なるほど、勘違いしました、すいません、僕に会いたいって言われたのかと。砂火はやっぱいいわ。白もう、みんながほんまに。先生、さあ、あ、びっくりした、すげえいい、いいと、いいねえ、なんかちょっと雰囲気の違う厩舎やんの、こっちね、こっちね。いや、もうマジで来てくれ、ほんまに。わからんからさ、どこに誰がおるとか。あ、谷川先生、いやー、ちょっと山田に乗せといてください、先生、山田に乗せってください。ねえ、いやー、これでもね、嬉しい悲鳴というか。あ、中山ばっか頼んでくるな。先生すいません、もう阪神乗るんすよ、阪神のもくださいよ。
ちょっと待って、じゃあ皐月賞ノリもらんのか。ちょっと待ってよ、エージェント。あれ、入場門がなくなってる。スタンドか、スタンド行ってないか。のんきに、あいつのんきに、お、座ってるやんけ、あいつ。見て、あの右、画面の右。ちょこーんと座っとるわ、ほんまに。灰皿あんねんか、タバコこれ吸っとけよ。なんぼーっと座ってん、あいつ。ねえ。あ、ありがとうございます。かっこよかったでしょ。いやー、女の人ばっかり、嬉しいな。なんかこっち見てんねん、お前。急になんか画面、いや、照れるなって後ろで。はい、エージェントのおじさんが、ね、画面を通してあなたを見てますよ、と。ね。世にも奇妙な物語みたいな。ね、世にも奇妙な物語のナレーター、ナレーションみたいなね、タモさんのね。ディリリリリン、ディリリリリン、ディリリリリッティッティリリリリーって聞こえてきそうな、そんなカメラ越しに、画面越しにね、あなたに語りかけてますよと。ねえ。あ、そうか、あれゲットしたんか。ちょっと待って。仕事。お前、佐々木賞取ってこいよ、お前。スキル、ちょっと待って。JP ゲットもそうやけど、これってでもさ、レースに使用するボックスの選択？何これ？タイプ1とか、なんかあるん？タイプとかって。何何？スタミナ温存、レースメーター外すしかないんかな？ねえ、騎乗バランスと、レースメーター外した方がいいんかな。さあ、パッチリン、ねえ、おー、雪の香織さんのお目目がパッチリングということでね。ただ体はスーパーデラックスで、こら、ドドンって言うね。よっしゃ、行こう。体勢が整ってスタートしました。おっと1頭で遅れた。6番アイパッチリング、さてどの馬が行きますか。先頭を争うのは2頭、レオパルド、プレゼンター、さらにすぐ後ろから2頭並んで、内からーーコメントもね、会社関東ほんまに滞ってるから。5番手からクラッタービュー、後方から3番手に確定ビンゴ、後方有限スタット3コーナーカーブ、1頭ポツンと離れて最高。カラさんお疲れ様です。いやいや、おはようございます。先頭に戻りましょう。先頭を争うのは、まあちょっとだけね、ああもう4時なんでね、ちょっとストーリー進めとかんと、早く進めとかんとね、他のゲームをしないと。内からプレゼンター、クラッタービュー、レオパルドと並んでいきます。ほとんど差はなく、4番スーパーデラックス、まもなく直線コースに向かいます。ディープフロート上がってきました。クラッタービュー、ハンマシンのリード、2番手にレオパルド、ねえ、末脚炸裂置いとく、持っときですよね。さあどうや、下打ち切るか。お、開けてくれるやん。そうやねんな、スピードデータ開けてくれんな、このゲーム。意外に上がってきました。確定ビンゴ、確定ビンゴ、一着でゴールイン、確定ビンゴ、強かった。お、2着3着怪しかったけど、まあそんなか。くぅ、確定ビンゴ。やっぱ確定しましたね。
あれ来た、あ、殺技賞、あ、殺技賞、あ、そうかそうか、さっきあれか、桜花賞、フィリーズレビューか、そうかそうか、あ、勘違いしてた。そうかそうか、桜花賞のつもりです。さあ、ねえ、今、みなさんが最も気になる話題。皆さんどうでしょうかね。なんで、ね、西さんのとこに行ってんのか、話が。お前のフォロー、同期のカズトってやつ、俺、黒原くんと婚約してそうやないか。そうなんすよ。ドキー！いやー、ね、ほんまに。西さん、僕は女なんか、今、それどころじゃないんです。馬のことで、馬のことしか考えてないです。僕は女のことなんか一切考えてないっす。わしはてっきり彼女が好きなのはたくまやと思っとったが、最近の若いもんの考えはわからんもんやな。あの長屋、それは言い過ぎや、ちょっとねえ、それはちょっと良くない。令和のこの時代、良かったな、これが2002年のゲームで令和やと終わってたぞ。え、他人のことは言えんやろって、わしのことはほっといてんか。お前や、お前、グーフィー、あ、みたいな喋り方しやがって、ほんまに、声と喋り方しやがって。一言言われへんの、ほんまに。それでな、そのご祝儀ちゅうわけでもないが、うちのマリアパック。へぇ、そうなんや。いや、いいんじゃない？なんでそれをわざわざ俺に話すんか知らんけど。ザ・ウィンド、か。ですって、皆さん。ご祝儀に馬乗せてるって。勝つさが勝つために。ドドン。いやー。あ、小牧さん、こんなところに入っていった馬房に、馬のことがやっぱ気になるんやな。これなんていうの、菅尾先生、ジールボーイ、いいですよ。おまけさん、どうですか調子は。いやー、お、なに、そんな話聞きつけて、もう早速すごいよね、小牧姉さんもね、お目目パッチリングですよね、ほんまに入れ込む。あー、なるほど、ありがとうございます、情報。そんな関係ないですよ、僕にとって。入れ込もうがね、おとなしかろうが、空使おうが、何しようが、結局は追い込むだけなんですよ。ほんま先行とかしたことない。刺しとかなんか特にしたことないじゃん。やばいよね。先生、お、日経賞に出走するため仲間、お、タミ乗りたくいなかった。おお、この野郎、次もなかなか言うな、こいつ。おお、一応こなと、お前ら。強いやん、センター前レディ。ねえ、日経賞ナイス。いやー、ひろはらちゃんは、きすぎくんのことが好きなんだろうなっていうね、空気は、物語上なんかありましたけども、これどうなんねやろなー。あ。あー、よかったよかった。
新宮寺先生ね、今ねスタポケコラボやってますから、あれ何でしたっけ、何の話ちょっとね、花、おお、あ、睨まれてる。怖いわ、新宮先生、ほんまなれへんわ。ケスギ、今のコバ短距離路線の動向を知っておるけど、あまり詳しくないようじゃから、わしがジェスチャーしてやるわ。え？え、ジェスチャー、レクチャーじゃなくてジェスチャーしてくれんの？怪訝な顔しておると、ジェスチャーって何ですと。いや困るの、若いくせに英語わからんのか。ではわしが説明すると言えばわかるかな。あ、言ってるわ。レ、ジェスチャーじゃなくてレクチャーじゃと。まあそうとも言うわ、ドドン。先生もドドンつけようになったんすか、ほんまに。ね、それはさておき、なんじゃったコバの短距離路線は圧倒的に今強いのはな、上杉厩舎の竜翼、両翼かという馬じゃ。この馬すでに短距離の G1 を参照してる。おすごいやん。左右両翼を確かめて先頭。それが去年の秋スペンダーズステークスを勝った時、足をちょっとやってしまって、復帰はこの秋じゃろう。これを脅かすほどの馬は今おらん。この春の路線は空き巣というか、どの馬のチャンスがある。そこで、あ、これはお前になんか馬任せようっていう。ほら、暁ハイエース。マジかよ。6歳の短距離馬。このまま俗に言うところの万世で6000になって80を勝ち取った。普通なら間違いなく足りないところじゃが、最近言った事情で津山が休んでおるんでな。思い切って今週の高松の目、おめっちゃ期待されてるやん。いや、いいっすよ、すごいやん。ジールボーイ帰ってきたわね。ね、あなたに乗せ、あなたね、帰ってきたわねっつって。ね、入れ込む癖があるみたいよって言われたのにもかかわらず。そら G1 やもん、断るわ。イェーイ !G1 だぜー。え、戦略関係ねえよ、そんなの。スタボゲの次の配信は今日ですね、今日の晩ですね。まあ、いつも通りの時間ですね。それで、センターマイレージに追い切りをやってもらう。D ウッドで合わせて、うちで、D ウッドで追って、うちに合わせてラスト1ハローね。入れたらムチ、ムチの効果がよくわからんわ、未だに。なんかムチの効果がね、いまいちよくわからんからムチをね入れないんですけど、普段ねどうせ寄れるだけなんでっていうところで。そうなんですよ、日経賞センターマレディいいね、重賞も任せられる。一番人気やん。裏掛け先行やん。いやー、広原ちゃんと勝田の
ね、金持ちのね、あの、ヒカルさんと、小牧姉さんと、木杉くんはね、ちょっと女の子がね、いるんでね。全場ゲートイン完了。係員離れてスタートしました。出遅れたのは2頭。さて、どの馬が行きますか。先手を奪ったのはハットパーキン。リードを広げます。2番手にはターンスワット、3番手を追走するのはステッドファスト、4番手にはフローリングトップ。ねえ、ちょっとそんな感じでしたよね。もう広原ちゃんはほとんど差はなく、3番サブマリンクルー、そのうちに9番グランドクーリー。広原ちゃんはね、木杉くんのことがお元気ですか。さらにすぐ後ろからは4番コンベア、好きな感じはね、端々に出てましたけど、木杉くんはね、全く興味がないみたいな感じ。全く興味がないっていうわけでもなさそうやけど、ねえ、ただヒカルさんとね、ヒカルちゃんと小牧姉さんがいるんで、まあそこら辺でね、どうなのっていう感じでしたけど、どうなんやろな恋模様。さらに一緒に11番スマートモデル、1コーナーカーブ、さらにすぐ後ろからは2頭。なんかあれかな、結婚式、結婚式の時にちょっと待ったーって来るんかな、ねえ、そんな展開なんかな。さらにすぐ後ろからは7番マザービート、その後ろは2馬身ほどの差でコンベア、後方から3番手クランクピリオド、ほとんど差はなく2番お元気ですか。2コーナーカーブ、1頭ポツンと離れて最後方追走はセンターマイレディ。さて先頭に戻りましょう。ちょっと待った、ババーンってね、リードを広げます。広原、その結婚待ってくれみたいな、来すぎくんみたいな。4番手を追走するのはエリアスタンプ、グランドクーリー、後位からそのうちにステッドファスト、さらにすぐ後ろからは2頭並んで、やっぱりお前じゃないと無理じゃのうみたいなね。フローリングトップ、広原、その後ろは2馬身ほどの差で行ってこいみたいなね。カツサクごめんっつって差を詰めにかかります。先頭を行くのはターンスワット、ハットパーキン、2番手を追走、その差半馬身、その後ろは5馬身ほど離れてステッドパスト、スマートモデル4番手を追走。話してた、話してた、仕掛けどころが人気のセンターマイレディ、まだ最高峰にいます。まだ最高峰でいけるか。おい、ナイス、決まった。センターマイレディ差し切ってゴールイン、センターマイレディ快勝。ねえ、あの恋恋愛風景、恋愛模様にね、もう確かに高野くんもね、奏でてもいいのにね。いや、なんかパートナー調教で、あの、ニジンスキーつけてたらしいですよ、この馬。うん。2着8番人気。そりゃまあまあ差し切れるやろう、ね。おお、勝木ハイエース G1。 おお、レンガ注意、レンゲ注意、グレンゲ注意、強くなれるね、強くなれる理由を知ったね、僕を連れてってくれよっていう。ブラッディ・マリー、うん、フロリダ6、3強ですね、うん。あ、新井さん、右夢中、禁物、まともに応援。基本無重打たないで大丈夫ですよ先生。全場ゲートイン完了。離れてスタート、おい、ナイスタート、スタートです。さあ先手を伺うのはどの馬か。先頭はフロリダ6、2番手には大花火、その差半馬身、上がっていったのは3番スネークビーバー、大花火とか出てんねんな。ベルバラード、5
5番手にはディスポータル、さらにすぐ後ろからは2頭並んで、内からローピーター、外ライスクリスピー、ほとんど差はない。やばいやばい、2番ステイフライヤー、スピードがそのうちに外出されへんよ、スピードが。やばいやばい、1200、残り600、残り600、ハードフォーカス、残り600、ブラッディマリー、中をついて上がってきました。先頭はみんな待ってくれ、リードを広げます。2番手スネークビーバー、上がっていったのはみんな待ってくれ、ブラッディマリー。シンキルさん、おはようございます。直線コースに向かいます。フロリダ6、お、打ち合いてるよな、これ。突っ込むで、いけるか。うわー、刺さった。マジか、マジか、最悪。やられた。外出せばよかった。抜けられへんかった、あの隙間。新旧さん、おはようございます。お疲れ様です。マジか。うちここいけると思ったらね、ないわー。おーおーおおお、事故ってる事故ってる、完全に事故ってるわ。え、なんで俺が注意されてんの、ちょっと待って、なんで突っ込んでたから。突っ込んでたから注意されてんの俺、なんで。なになに、救急治療室から出てきたところだって。なに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 、え、嘘やろ。ひすぎくん、勝田は、勝田の具合はどうなんだ。マジかよ。広原、やば。先頭は3頭が眼光状態。内からビートギャザー、マーク・ストリンガー、姫の神風。ビートギャーザー、ビートギャーザー。手にチックタック、ほとんど差はなく、7番グリルスパイ。ちょっと待ってくれよ。俺あんだけ勢いで、あの勢いで突っ込んでって落ちひんのに。ねえ。マジか、かわいそうに。マリアパーク、外レッサー。いや、見たくねえって、ちょっと今日もね、あったとこやし、嫌やって。まもなく直線コースに向かいます。ヌル、先頭を追います。姫の神風、一馬身半のリード。でも、てことやないやん。3番手、バースプリンガー。あ、マジかよ。後ろ、馬おらんでよかったの、でも。マリアパーク、勝田のマリアパーク落馬です。マジかよ。勝田の容体はひどく、マジかよ。脳の方にも障害が出る危険性があるとのことだった。マジかよ。え、ほんまや。それじゃあやっぱり勝田と結婚を。うん、しょうがないよね。ほんとしょうがないもんね。勝田君に約束しちゃったし。ほんまやわ。私、勝田君のお嫁さんにしてもらいますってあちらのご両親にも言っちゃったし。そうやわ、お前も。広原、勝田は知ってる、知ってる、知ってますよ。やばい、もう切なすぎるって。もうもう嫌やって。だからよ、そうやぞ、キスゲー、お前。勝田君の気持ちをありがたくお受けしたんだもん。そうやで、お前。そういうところが分からへんから、お前。キャンセルできっこないじゃない。お前、馬のことももっと分からへんちゃうか、お前。そういうとこやぞ、キスゲー。しっかりせよ。私、実はちょっと迷ったんだ。勝田君に結婚申し込まれたとき。もしかしたら、私、
木杉くんのこと好きかなって。そうだね。でもあのねえ、でもね、吉永さんに謝ってるとこ見てちょっと冷めてんな。この先バリバリやっていく人、騎手としての才能もあるし、それに周りにもとってもいい人たちがいて恵まれているし。でも勝田君はあの通りかなり不器用で、本当放っておくと何するか分かんない人で、いやだからね、だから私おい、キスギ、変な気起こすなよ。お前、昇進してる女の子。変な気起こすなよ、お前、落ち着けよ。おい。まずいよね。これから花嫁さんになるっていうのに、こんなとこで泣いてちゃ。はい、キスギくん。そんなこんなだけど、これから勝田水江になっても、どうぞどうぞよろしくね。マジかよ。もうやだ。女の方から手差し出してんだよ。しっかり握手してよ。ああ。ヒロハラ。ん？いいのか。うん。私絶対勝田君直してみせる。何やねん。ヒロハラちゃんめっちゃいい子やんけ。直してみせる。モルメ3月5週火曜日、小川原給食。あー、マジか。いや、ご祝儀の間でした？最低やな、西さん。あいつ仕込んだな、絶対。ねえ。いや、そんなこと言ったらね、馬にも失礼しね。そんなこと言ったらね、青春の事故、大事だったわね。落馬した騎手とか言わんとちゃんと勝ったって言ってあげてよ、姉さん。ちょっと。ちょっと、小牧姉さんへの気持ちがちょっと冷めるな、これは。エンペラー、海外遠征に行っちゃったわね。でも、野田先生は英断だったわ。あの人が望んでいるのはお金じゃないんだ。私、少し目をしちゃったかも。なるほど。おい、渦中の人物来たぞ。そうか、お前もチームのとになるわけか。あ、カツダ君似てる。いやー、どうなんねやろ。一悶着またありそうな気するけどな。なんか自分がね、体動かんくなったりとかして、あ、意識が戻ればですけどね。お前本当はキスギのことが好きなんじゃろみたいな。おい、分かってるな。おい、おい、なんか言うことあるか。言い訳があるんやったら聞いたるぞ。おい、うう、お、ゼルユニット。マジか。西さん、西さん知らんふりしてるけど、ほんまにあれやった？ご祝儀、ご祝儀の馬やった？あ、ここまでしか見られへん。マジか。ちょっと確認してみようか、戻って。ちょっとね、今ね、
どこや？障害レースはね、まあスピードが出てないというやっぱラクダマのね危険は多いですからね、一番ね高いですからね。まあちょっとまあ確認しながら。動画をね、ちょっと巻き戻しながらね。巻き戻し。ああ、ライトニングスターが引退で、エンペラーが海外遠征ね。まあ、相手に乗りますよ。ねえ、あんだけのスピード1200メートル。ねえ、インから突っ込んでってぶつかっても囲まれず、ねえ、落馬しなかったんで。てっきりそれでイベントが発生、あ、マリアパークでした。マジかよ。マリアパークでしたね。で、マリアパークやった？馬乗ってたの。マリアパークや、ご祝儀の馬や。マジか、そんなことあんねんな。いやー、負けてしまった。そうや、暁ハイエース謝りがなかんかな。ちょっとね、ちょっと急ですが、お手洗いの方に行ってこようと思いますので、一旦ね、5分ほど休憩とさせていただきます。
さあ、ということでね、怒られる前に、ねえ、負けてしまったんでね、期待の、暁が、ハイエースでね、負けてしまったんで、怒られる前に、ちょっと怒られるなと思ったら、ちょっとね、お腹がキリキリしてきたんで、ねえ、ちょ、怒られる前に、ちょっとスッキリしてこようというね、そんなとこですね。ということで、お待たせしました。再開したいなと思います。先週、暁ハイエースで、竹松山記念に、騎乗したじゃろ。やはり需要は悪くない。甘くはないから。少しは期待しておったんじゃがな。しかしまあ、あのラフプレイはちょっといただけんな。何がラフプレイなんかわからんのよな。何がラフプレイかわからんというか。いや、あの、ウィン、突っ込んでったのがあかんかったってこと？飛んでったのが良くなかったってことなのかな。さあ、ボバクラシックの方も何か乗せてもらえたらいいのにな。あ、これ言ってんの。まあ、まだもう少し回ってみる。おーっと、なんかあるんかな。ひょっとすると、おぉ！お、中山先生、初めてじゃない？めっちゃ重い画面が。なんでこんな重いの？初めての旧車やからか。いやー、そうなんですよ。いやー、婚約した。ねえ、婚約者がこんな事故、嫌やね。マジか。かな。マジかよ。金払ってんのに乗らへんで、どういうことや、来すぎ。あ、まだもう少し待ってみてもいいかも。え、何やろ。なんかね、殺技賞の関連ってなんかあるんかな。いや、マリアパークっていう馬はかなり気が小さい馬。急にびっくりしてバランス崩したように見えた。そうなんや。西さんがそんな変なね、ご祝儀やとかっていう変な気回さんかったら無事やったのにな。そう考えるといたたまれないな。なんだ、まだなんかあるって。何が、どこ回ればいいか分からへんで。
取り立て取り立てで用はないの。すごい、はい、キスギ君って名前も知らない清水さんに。お来たか、七海急車。あれ初めてじゃない、七海。あれ違う、そうなんですよ。いやー、これでいい？おー、これのことやったん。まだ用事があるかもっていうのは。おー、好タイム。西さん、ほんまなんか知らん顔してるけど大丈夫か？ほんまに俺が、あの馬渡さんかったらあいつはってなってたんちゃうの？訪問、でもどこ訪問していいかね、わかんないですもんね。見失うというか、なんかもともとないね。全場ゲートの中、係員が離れた。スタートしました。ややばらけたスタートになりました。くわー、スタート良かったのに全然出足がつかんや。先頭を争うのは2頭、スタンマニフェスト元気勝負。その後ろには5頭ほどが一塊でスポンサーを内を追走。いやー、でもどうなんやろ、あれ勝田に乗らせてたから勝田と、勝田の強引なプレーがあの馬に合わなかったのか、それともねえ、いや違う、勝田の乗り方じゃないよって言われたから。ということはねえ、別の騎手が落ちてたってことですからね。いやー悲しいわ。ドリームスペシャル、後位にはキャンディ、エクストラダイバー、懸命に差を詰めてきている。花を行くのはスタンマニフェスト、2番手に元気勝負、その差1馬身半。その外には11番ドリームスペシャル、その後ろには4頭ほどが一塊で、これから直線の攻防に入ります。エクストラダイバー外をまくって上がってきました。先頭はコンフォートゾーン。いくらね、なんかその RPG でストーリー性が必要や言うても、ちょっとなんかねコーナーというかね、胸の痛いエピソードが多いですね。危なかったよ、危なかったよ。ねえ、11番人気大穴開けてるやん。11頭だで11番人気やんか。さあ、ゼロユニット。最初思い切って後方から、最後方から。ゼロユニットが勝負係になってくれるはずなんですけど。全場ゲートイン完了。係員が離れてスタートしました。ほら、スタートがいいぜ。さて、どの馬が行きますか。先手を奪ったのはクランクピリオド、ハンバシンのリード。2番手からラミッチセール、ライスクリスピー、3番手から4番手にはナチュラルドラッグ、5番手にインフォバーン、ほとんど差はなく10番ステイフライヤー。
さらにすぐ後ろからは2頭並んで、内ダック強し、サブマリンクルー、外からその外には5番フリーゴッデス、後方から2番手を追走するのはお元気ですか。1頭ポツンと離れて最後方を追走は母上様、これからお元気ですか。コーナーに向かいます。さて先頭に戻りましょう。先頭争いは2頭、おー内が空いてる、いいね、ブラックピリオド、気持ちがいいぜ。クリスピー、その後ろは2馬身ほどの差でナチュラルドラッグ、後方各馬が徐々にスピードを上げていきます。依然として先頭はフランクピリオ、リードを広げます。お、立ち上がってるやん。やめろやめろ。上がっていったのは11番、刺さったよ。その後ろに13番、ダイスクリスピー、第4コーナーから直線ナチュラルドラッグ、中をついて詰めてきている。先頭はフランクピリオの後続、やばー、インフォバー差を詰める。3番手にはダイスクリスピー、4番手にはアウターグリップ、やられたわこいつに。半マシンのリード、2番手にはダイスクリスピー、その差半マシン、3番手フリーゴッデス、インフォバー今ゴリン、インフォバー勝ちました。ひどいわ。なんかダートの G1 ね、出れてたんかな、あのまま勝ち続けてたら。11番人気で勝ったと思ったらこういうところで負けるからな、ほんまに。全馬ゲートの中、係員が離れてスタートしました。ノーブルスピード、まずまずのスタート、半馬身ほど抜け出しました。さて、どの馬が行きますか。やばい、先手を奪ったのはめちゃめちゃ天才的な。2番手にはブラックデーモン、3番手スーパーエフェクト、ほとんど差はただ13番ラージリアクション、その後ろにはただ追うのが苦手っていうね。スタートよくなってきたのに。を回ります。内ハイピングリズム、中さあもう5時なんでね、そろそろね、いや終わろうかなと思うんですけど。最内に3番チケット、その後ろは3馬身ほどの差でパブリックインカム、リコーナーカーブ、そのうちにスラッシュマスター、後方から3番手ボビーデイズラー、後方から2番手にニューパリジャン、ね、どこら辺で終わろうかな。桜花賞は多分出れるから、桜花賞か。先頭は2頭ブラックデーモン、ノーブルスピード、その後ろは5馬身ほど離れてスーパーエフェクト、ほとんど差はなく4番手からラージリアクション、その後ろは3馬身ほどの差でレッツエクスプレス、これから3コーナーに向かいます。その外には14番クランキーボーイ、さらにすぐ後ろからは12番ボビーデイズラー、さあその後ろは2馬身ほどの差で源平バトル、先行で後ろからは3頭並んで勝てるかな。タイピングリズム、中にスラッシュマスター、後方各馬が徐々にスピードを上げていきます。先頭はノーブルスピード、2馬身さあ追わずにね、持ったままで上がっておりますよ、スピードがね。その後ろは4馬身ほど離れてラージリアクション、残り 400m 直線に入りました。さあまだ手応え悪そう。スーパーエフェクト、差を詰めてきている。ノーブルスピード、後続に2馬身ほど戻りました。いい、ね、2番手にはブラックデーモン、3番手には源平バトル、ノーブルスピード2馬身半のリード。お、手応えあね、今悪くなってきたところなんで。あー待て、マジか、スーパーエフェクト差し切ってゴールイン、刺された。刺された、マジか。いやエフェクトがね、うん、綺麗にエフェクトがかかったから。動揺してるわ、完全に勝田の件で動揺してる。うん、全馬ゲートの中、体勢が整ってスタートしました。ややばらけたスタートになりました。さあ先手を伺うのはどの馬か。先頭を争うのは2頭アポストロ、飛脚、さらにすぐ後ろからは2頭並んでシックレイザー、内を追走、外にターゲットピストル、その後ろは2馬身ほどの差でアストロバイオ、さらにすぐ後ろからは2頭並んで内にはフットボールファン、外ビブラハープ、
後方から3番手にアラビアンペッパー、後方から2番手に日本マーメイド。だっていやーねえ、ご祝儀であげるっていうまでこんなことになったら、あげるっていうまでこんなことになってねえ、先頭入れ替わりました。アポストロ一馬身半のリード、同期の子がこんなことになったらもう動揺隠されへんわ。ちょっとほとんど差はなく、4番手から飛脚日本マーメイド、いい足で上がってきている。残り 600m、 先頭はアポストロ、リードは1馬身、2番手にターゲットピストル、そのうちに5番シックレイザー、さらにすぐ後ろからは2頭並んで、第4コーナーから直線、人気の日本マーメイドまだ後方です。アポストロフ2馬身半のリード、2番手ターゲットピストル先頭を追います。内にシックレイザー、外に飛脚ターゲットピストル、抜け出しました。2番手ビブラハーフ、内シックレイザー、外にはアストロバイオ、日本マーメイド差を詰めてきている。日本マーメイド、日本マーメイド差し切ってゴールイン、日本マーメイド鮮やかな差し切りでした。おー、大外すごい。そういえば大外一騎とかもしたことないね。そういえばお、5年目4月1週火曜日、ナンバラ厩舎。この間の日記賞、センターマイレディに乗ってもらっただろう。優勝勝ったんだからもっと喜んでいいぞ。おお、矢ヶ崎さんか。でも天皇賞もじゃあの行くってこと。大外ね、ちょっとやっ、大外一気やってみるか。矢ヶ崎先生、おお、桜花賞だ。いよいよ桜花賞に挑戦。ありがとうございます。やったぜー。ただ皐月賞のノリマがいないんよね。じゃあ桜花賞まで行きましょうか、今回はね。どうも揉まれるとダメらしい、馬群の外を守れ回れば面白い。さあ早速ね、予定してた大外一騎出せるかもしれないですね。ナミちゃんどう。いやー、ナミちゃん、そうか、広原も行っちゃったからな。ナミちゃんでもいい。あ、おお、ありがとうございます。小島厩舎初めてですよね、多分。尾藤厩舎、小島厩舎、尾藤先生、はじめましてですよね。よろしくお願いします。いや、能力上げて一定の能力値があったら、あのエンペラーとのね対決も勝てたみたいなことあるんかな。あれはでも負けイベントなんかな。なんかストーリー変わるとも思われへんしな。だからといってね、勝った場合のストーリー、負けた場合のストーリーとかなさそうやけどな。花飾りにね、勝利を、勝利の錦を飾ってあげましょう。おお、
まだ少し回ってみてもいい。ちょっとマリアパークについてやっぱ西さんを詰めなあかんのちゃうか。ビビったんちゃうかって言われてもた。ねえ、なんかそんな気はするけどね。いや、すいません。いやー、なんかねえ、なんか落馬したら、なんか馬が故障したらと思うとちょっと慎重な乗り方になってしまいました。西先生すいません。いやー、ほんま優しそうなおじいちゃんは、ほんま弓削り先生ね、ほんま削られて削られて、あんなね、昔は尖ってたけど、ガンガン尖ってたけど。おお、まだなんかあんの、どこ、なんなのこれ。無視して進めても良さそうやけどな。いやいや、分けたね先生、そんな入り口の前で立ってるんやったら入った方がいいと思うんですけど、どうですかね。なんか馬のそばでもなく、なんかそのなんでそこに立つぐらいやったら中入った方がいいと思うんですけど。あー、すいません、口出してしまいました先生に、申し訳ないです。さあ、能登厩舎のエンペラーは海外遠征ということですから。高菜より先に木杉君が三冠騎手になるなんてことあるんかな。お、勝負係かもしれん、頼む。勝負係や。仕方ないな。え、勝負係じゃないの？勝負係をね、一回断ったら勝負係がなくなるみたいなことある？え、一回断ったら勝負係じゃなくなるみたいなことないよね。勝負係、あれ、今週の授業は、ハーモウィン阪神の方がいけるか。勝負係じゃなくなったらどうしよう。断り損やんね。さあ、これ大丈夫やろ。勝負係があったか。何何なの一体。誰が呼んでるの僕のこと。ねえ、そこまでいかない、分からへんのかな、やっぱり単品を見るまでは。
いや、小まけねえさん。めっちゃ仕事してるじゃないですか。あ、薬師先生が探した。おお、いい話かもしれんかな。小まけねえさんだって、勝田のこと、なんかあのジョッキ呼ばれしてたじゃないですか、さっき。名前呼ばずに。水とこないましたよ。薬師先生。安心ね。アイパッチリンク？おお。何があれやったんかわからへん、ほんまに。5年目4月1週水曜日。ということでね、桜花賞なんで、これでね、今回終わりたいなと思います。え、何だ ?38 秒で追ってくれた ?38 秒で追ってくれ？よし。だから13やから14、13やったら39になるから、え、ナムラボ、あれナムラボどうしたらいい、あれ追うべき、どっちや、あー全然計算ができなかった。全然計算できなかった。まあ。めちゃめちゃ悪いわけではないんでね。うん。おー、逃げもばっかりやから、まあ、いつも通り、ね、後ろから出ましょう。後ろから出て追い込みましょう。全場ゲートの中、体勢が整ってスタートしました。ややばらけたスタートになりました。さて、どの馬が行きますか。先頭は内からアビ、モビーライン、ダイアグラム、ロングパステと並んでいきます。その後ろには4頭ほどが一塊で、内ミラーサイト、中にブルーホイッス、外を追走するのはアウトビット、さらに外からドループスムート、上がっていったのは8番ワインクーラー、後方にチョッパーリッパー、後方から3番手を追走するのはエレガントスタイル、チョッパーリッパー、いい名前だ。フレンチラフィーネ、1頭ポツンと離れて最後方追走はトータルステータス。さて先頭に戻りましょう。トータルステータス、先頭は3頭が健康状態、ね、内からトータルでどうなのっていう、ライト、ダイアグラムと並んでいきます。4番手にロングパステル、その後ろは2馬身ほど離れてドループスヌート、ほとんど差はなく8番ワインクーラー、2コーナーカーブ、上がっていったのは3番ミラーサイト、その外には12番チョッパーリッパー、その後ろは、いやー、チョッパーリッパーはちょっと気持ちがいい名前ですね。インフンでて11番フレンチラフィーネ、1頭ポツンと離れて最後方追走はトータルステータス。さて先頭に戻りましょう。先頭入れ替わりました。コピーライト、リードを広げます。2番手からロングパステル、3番手にはダイアグラム、これから3コーナーに向かいます。その後ろペースが速くなると見込んでね、ミラーサイト、上がっていったのは前走逃げからまさかの追い込み、徐々にスピードを上げていきます。先頭はコピーライト、リードは1馬身、2番手にはロングパステル、3番手にダイアグラム、4番手にはミラーサイト、ほとんど差はなく12番チョッパーリッパー、チョッパーリッパー、上がっていったのは1番パティオ、直線に入りました。ロングパステル先頭を追います。コピーライト、2馬身半のリード、2番手からロングパステル、内にはチョッパーリッパー、中をついて差を詰めてきている。今回もちょっと打ち締めてきたやんけ、危なっ。おぶね、写真判定、さあトータルステータスか。おー、おぶね、8番人気や。
さあ、次行きましょう。クラシック。ねえ。レインオーガストは消防係なのかどうか。せーの、ドン！おー、勝負係や。さあ、勝たせていただきましょうか。ね、1700で突っ込んだっけ？ 3000 か。3000突っ込んだっけ？全馬ゲートイン完了。各チームが離れてスタートしました。バラバラっとしたスタートです。さて、なんか、どの馬が行きますか？でかくなってる？体。ラインドライバーリードを広げます。2番手にロングフラッセ。上がっていったのは2番ビッドストップ。それにつれて5番コラコラコラ。2コーナーカーブ。5番手にはジョイフルダンディ。ほとんど差はなく7番ラボラトリー。その後ろは2馬身ほどの差で守護神。そのうちにカントリーライフ。大丈夫かこれ。4番サマースロート。その外には11番花飾り。いやー外枠きついわ。離れてファンクラブ。さらにすぐ後ろからは2頭並んで内グラウンド。あっちょこっちょこやんかもう。後方にはアフロディーテ。これから3コーナーに向かいます。1頭ポツンと離れて最後方追走はレインオーガスト。さて先頭に戻りましょう。依然として先頭はデザインドライバー。リードは半馬身。2番手アドホック。さらにすぐ後ろからは2頭並んで内からロングフラッセ、ジョイフルダンディ、外を追走。ほとんど差はなく全速。もう 800m が全速力やねんけど。ずっと先頭を行くのはアドホック。2番手からデザインドライバー。その差半馬身。その外には15番守護神。さらにすぐ後ろからは2頭並んで。まあ前塊やからな、かわせれれば一気に返されそうやけど。先頭を追います。デザインドライバー高速に1馬身半のリードを取りました。2番手アドホック、差を詰める。200を切りました。アドホック、あー刺さったわ。もう最悪、最悪やもう。今5位、アドホック人気に応えました。最悪やわもう。さあ一番人気ね、前走トライアルで争ってたアカネビートがね2番人気ですね。あー、はあ、なんか今日はねえ、ずっとうちに内が開かずに刺さってっていうのが多いな。さあ行くか。全馬ゲートの中、体勢が整ってスタートしました。バラバラっとした外枠はちょっときついわ。なんか内に入れなあかんからと思うと。先頭はリケティスプリット。2番手にブレーンバスター。その差半馬身。でもみんな多い。手にはアンブロシア。ほとんど差はなく追いながらでも入れてんな。内にどうやってやってんの。そのうちにサラダドレッシング。その後ろは2馬身ほどの差でリアルジュピター。さらにすぐ後ろからは2頭並んで内を追走するのはホットデリシャス。アカネビート。外からほとんど差はなく勝負係やったのにな。その後ろは2馬身ほどの差でラップセッション。さらにすぐ後ろからは2頭並んで内を追走するのはコロナ、ハンディポン。外を追走。これから3コーナーに向かいます。その後ろには4頭ほどが1かそれでも大外一球やらないですよ。スピードプラス中にアラーム。外からセンチュリーエミル。さらに外からオプティカルズ。うちがこうやって開いてもポツンと離れて最後方追走はプレフェスティ。さて先頭に戻りましょう。後方各馬が徐々にスピードを上げていきます。先頭行くのはリケティスプリット。1馬身半のリード。2番手にアンブロシア。上がっていったのは15番リアルジュプター。その後ろにはいけるか、無理か。ほどが一塊で怖い。ブレーンバスター。残り 400m、 まもなく直線コースに向かいます。アカネビート。外をまくって差を詰めてきました。先頭はリケティスプリット。アンブロシア抜け出した。2番手ブレーンバスター。その差1馬身。残り 200m。 アカネビート。上がってきている。アカネビート抜け出した。2番手からアンブロシア。どうや？オッケー！危ねえ！桜花賞制覇。はあ。
アカネビードって前走でも惨敗してたんじゃなかったっけ。わ、また負けてるやん。ハンディフォン。おぉ、11番人気は2着。荒れてますね。いやぁ。よかったよかった。G1 は。あ、間違った。飛ばしもた。あー、逃げ怖い。まあとりあえずね、大川賞が出たから、まあまあよししましょうか今日は。全馬ゲートの中、体勢が整ってスタートしました。ややばらけたスタートになりました。逃げない。逃げようと思ってスタートは出たけど逃げない。やっぱり逃げない。リードを広げます。ゼロサムゲーム2番手を追走。上がっていったのは5番スーパーデラックス、その後ろに9番タイトモンブラン、さらに2番レオパルド、その後ろ各馬固まって3コーナーカーブ。1頭ポツンと離れて最後方追走はハーモウィーン。さて先頭に戻りましょう。ハーモウィーン先頭を行くのはカミングスパーク、2番手からスーパーデラックス、その差2馬身半、さらにすぐ後ろからは2頭並んで、内レオパルド、外にはタイトモンブラン。さてこの辺りから各馬動き始めます。依然として先頭はカミングスパーク、リードは2馬身2番手。何やかんやとねえ、ツバメ用ツバメ用バリのなんか思い出のある馬っていうのはなかなかね出てこないもんですね。2番手に雪の香り、3番手にはレオパルド、カミングスパーク後続に1馬身のリードを取りました。2番手に雪の香り、3番手からレオパルド、4番手からタイトモンブラン、カミングスパーク1馬身のリード、2番手から雪の香り、カミングスパーク1着でゴールイン。カミングスパーク逃げ切りました。まあまあこれはまあまあ能力のね、これはまあ能力の差があったんでちょっと。めっちゃ下がってる、めっちゃ下がってる。おい！ワンランク下がったってなんで？どういうこと？え？突っ込んでって、突っ込んでって刺さったらあかんの？開国受けたけど。くそ。そうなんや、突っ込んでって刺さったら俺が悪いになるんや。そうそうなんや。いや、G1 戦ありがとう。そうか、まあ、というところでね、まあ、初クラシック制覇というところでね、今回終わりたいなと思います。騎乗馬としては、お中山グランドジャンプ、中山グッジョブ、出てますね。いやー。なるほど。まあ、G1 は G1 やけど、皐月賞じゃなかったですね。ホワイトカスタムの弟。ああ。いやー。G1 成績とかもね、なんかこんなんあるんですよね。そうなんですよ。ねえ、一勝とか。なんかね、何年目とかだから、これひょっとすると1年目とかでもやっぱあるんかなみたいな、そんな気はするんですけど、どうなんかなっていうね。あとスキルのね、
ボックスの選択みたいな、これどうやってすんのみたいな。この2つしかつけられへんのかな。とかね、ちょっといろいろね、まだまだわからないことありますけれどもね、続きまだやってきますので、よければね、見ていただければなと思います。今回は、初クラシック制覇ということでね、大歌手を勝ったところで終わりたいなと思います。ただ、ねえ、ね、突っ込んでって、開国を、ねえ、2回も食らってると今回。マジかぁ。ねえ、そんなところで、まあその反省をして、ね、その反省点を次回にね、活かしていきたいなと、思います。ストーリーも、なかなか、ね、見応えがあるというか、いろいろ、ほんまね、なんなんこのゲームっていうくらい、ね、涙なしでは無情語れない、不幸な展開が、悲しいね、ちょっと展開が続いてますけれどもね、最後、エンディング、みんなハッピーエンドになるのかどうかというとこですね。うん。ひろはらちゃんはもうね、勝田と結婚すること決まりましたし、さあ、きづきくん、君の人生はどうなるのか、果たしてというところで、今回ね、終わりたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。コメント、高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。いつもね、遅くまでお付き合いいただきまして、ありがとうございます。皆さんね、眠い、体調もね、本当に、睡眠不足になると体調もやっぱ崩しやすくなるのでね、皆さん気をつけて、体調気をつけて、今日もね、G1 がありますので、今日も元気に、せーの、頑張れっつ。お疲れ様でした。ありがとうございます。いやー、遅くまでね、本当にありがとうございます。まあ、今日の晩もまたね、スタポケの生配信。まあ、そうね、やりますので。眠いと思いますが、お付き合いいただければなと思います。お疲れ様でした。おやすみなさい。ありがとうございます。ちなみに、先ほど、ね、ハードディスク、ちょっとね、調子悪いって言いましたが、なんとか接続はできまして、今のうちにデータを移行させておりますということですね。なんとかギリ耐えてる。うん。だからちょっと、今時ハードディスクの保存ってあれかな、古いかな。まあそんなところで、まあハードディスクは無事でしたよと。ね、体調等、ね、ハードディスク等、ね、皆さん心配おかけしましたが、無事ですので、ぜひ引き続きよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。おやすみなさい。またお会いしましょう。